2010年の横浜ベースターズでは2010年における横浜ベースターズの動向をまとめる。この年の横浜ベースターズは小原隆夫監督の1年目のシーズンである。4月は借金3と前年より検討したが、その後は投手陣が崩壊し、交流戦では最下位に低迷、早々に優勝戦線及びクライマックスシリーズ争いから脱落した。 その後もチーム状態が好転することなく、優勝の中日に32ゲーム、5位の広島に10.5ゲーム、離されて、シーズンを再開で終えた。投手陣は2桁勝利を挙げたのが、清水直行だけで、後の投手は勝ち星1桁に終わり、チーム防御率4.88のリーグ再開。打撃陣はこの年、フジテレビの長野翼アナと結婚した内川誠一が、 チーム主位打者、主砲の村田修一がチーム本塁打王、前年レギュラー定着の石川雄洋がチーム最多盗塁を記録するなど個人の活躍は目立ったが本塁打は3位の巨人に100本以上も付けられた。シーズン終盤以降には重生活グループへの買収交渉がチームの話題の中心になったが最終的に翌年も TBS が球団保有を継続することになった。 本節では、前レギュラーシーズン終了から本シーズン開幕までの入り対談について記述する。なお、対談の挙手は、スポーツ関係または芸能関係の職業に転身した場合のみを記載し、空欄は前日以外の一般職業に転身もしくは、挙手不明を示す。本節では、本シーズン開幕から本シーズン終了までの入り対談について記述する。入団対談。 ありがとうございます。